井村九段のニムイゴラジオ第16回。今回は大支配の第2局の話をします。一力さん、2連勝しました。5番勝負なので、あと1つで優勝、世界チャンピオンになります。今、日本のね、囲碁界盛り上がっています。私もちょっと興奮気味ですけども、この第2局は私も時間があって、張り付いて見ていたので、詳しくお話ししたいと思います。 この放送は、囲碁騎士40年、囲碁サロンと子供囲碁道場を運営している三村智康が、囲碁の情報をサクッとお伝えする番組です。夏休み期間ってね、子供道場が忙しいんですよ。小さい子供、気力の低い子も朝から来たりして、囲、え、碁、ー、道場はね、私のところは、えー、午前10時から夜9時までやっているんですけど、それもちろんフルで、小さい子が全部参加するわけではありませんけども、その子たちがいる間はすごく、 気を使うし、他のね、強い大きい頃の迷惑にもならないように、常に目を配って声かけを続けなければいけないんですね。夏休みは本当に普段の何倍も疲れます。そんな中、今ちょうどお盆休みで2日間、普段よりも長く私はお休みの期間を得ることができました。ということで、えー、ちょうどね、この世界大会をじっくり見ることができたし、あとは YouTube の動画も作りました。と、音声の収録も割と余裕を持って、この巡り合わせはラッキーだったなと思います。2> 第2曲ですね。一力両規制が白番です。と、一力両規制ってね、日本の国内で話すときには持っているタイトルをつけてお呼びするんですけど、一力さんの場合は3つ4つ持ってますけども、その格式の高いもの、序列の上のものを優先するということで、 規制を持っているなら一力規制と呼ばれるわけですね。その次が名人、芝の名人とか呼ばれるものですけども、世界戦においてはこの国内のタイトルは関係ないので、基本は段位で呼ばれます。そこがちょっとややこしいんですけども、一力九段で今回はお話しします。相手は釈迦九段ですね。一力九段、白番ですね。大支配ですと、中国ルールと同じ七目半、込みが日本のルールよりも 大きいんですね。白が有利になるんです。それなのに、第1局目はその余裕がある方の白が相手の石を取りに行くリスクの高い戦法を取った。そしてこの第2局では一郎の一力さんがやはり黒を取りに行く作戦を取ったんですね。これすごく面白いところですね。本来は前を走ってる側がそういうリスクを取るような展開になった。一つのポイントです。 まあこれは少し展開的に一力さんの方が不利になっていたということがあるんですね。序盤作戦に失敗をして、後半にリスクのある勝負手を打つということになったんですね。私的にはこれはちょっと厳しいんじゃないかなって正直思ってました。AI の評価値を見てもそうですけども、 AI の評価値だけでしたらね、80%、90%傾いても、まだ人間的にはこれは結構難しい。逆転の余地が十分にあるっていう判断を、まあ、僕らはしますけども、局面を見てどう思う苦しいんじゃないかななかなかここから逆転は難しいんじゃないかな相手はね、うん、中国のトップ選手ですからね、そう簡単にはね、大技は決まらないと私は思ってしまったんですけども、まあ、実際、 相手の方が優勢に進んだんですけどね、その後半、最後の仕上げぐらいまで行ったところで、大きなミスが出て、そこで一力さんの妙手というかね、相手の一瞬の隙をついて、石を取るような大技がかかったんですね。茶格段うっかりしたんですね。丁寧に打ったつもりが、ひどいダメ詰まりになってしまったんですね。これは極後に現地でね、えー、動画を とって送られてきました。これは X で私見たんですけども、中国のビリビリという動画投稿サイトですね。中国は YouTube 使えないですからね。そのビリビリの動画をちょっと見たところで、一力さんに、まあ、現地に入っているチームメイトというか、そのサポートメンバー、恒例文7段と許可源9段で3人で動画に映ってました。苦しかった。本局は内容が良くなかった。後半に相手がちょっと間違えてくれて割り込みというね、 大技が決まって、ここで得をして、有利になったと思ったと話していました。そして、大支配特有の時間制限の話ね、前回もしましたけども、秒読みがない。時間がなくなると、込みで払わなければいけない。本局はなんと、一力さんが早い時点で、2回も時間がなくなってしまったんですね。4目も取られてしまったんです。ただし、その生きるか死ぬかという展開だったので、相手の石を、大きな石を取ってしまえばね、もうこれは、2目3目は、 問題ではないと。そういう展開になったと見て、時間を投入して大きな石を殺すような読みに専念したんだと思います。でもそれは忍がれてしまったんですね。だから相当苦しい状況だったとは思います。相手のそのミスがなければ負けていた。だから、 今回の一力さんは優勝のこの流れ、運気にも恵まれているかもしれませんね。2局ね、とにかく続けて勝った5番勝負ですから、あと3回のうち1回勝てばいいわけですね。かなり近く感じます。ね、本当にこれは期待いいのかなと思います。日本の騎士が世界棋戦で優勝したというのは、本当にしばらく記憶にないことですね。で、ちょっと調べてみたんですけども、2013年に井山優太さんが テレビ囲碁アジア選手権で優勝しています。これは NHK 杯のようなこのテレビ棋戦ですね。一手30秒の早号です。これでも十分世界優勝と言えますけども、それ以外の長い語、5番勝負とか3番勝負とか、持ち時間2時間、3時間のような、えー、本来メインの棋戦の方で言うと、2005年の超九段以来日本勢は優勝していません。 毎年世界棋戦はもう5つも6つもあるんですけども、それは全部中国、韓国の選手ばっかりですね。日本の選手、日の丸が上がることは本当に長くなかったです。決勝戦に進出したことも本当に久しぶりですし、優勝がかなり近づいている。でなぜ今回一力さんがこんなに勝てているのか。私はちょっと ここまで予測できませんでした。AI を使った序盤研究、一力さんはすごく得意としているんですね。膨大な変化を全部覚えなければいけないんですけども、そういうことが誰よりも一力さんは得意です。今回のシリーズでは序盤で不利になることもあるんですけども、後半のパワーがすごいんですね。これは今まで日本騎士が中国、韓国のトップ選手にやられてきたことなんですね。 後半の力で突き放されて負ける。終盤の寄せで刺されてしまうっていうことが多かったのに、それを逆に一力さんがやってるんですね。少し苦しいところからパンチを入れて逆転をする。読みの力。そして、有利になったところから寄せを全く間違えない。この二つの強さ。それに加えて、番外の要素が一つあるようですね。 先ほども言った許可権九段の同行を頼んだということですね。本来大会に参加してここまで勝ち上がってもおかしくないようなトップ選手で同世代の仲のいい騎士にサポート役として来てもらう。これを日本金に頼んだんですね、きっとね。今まで日本はやってこなかったんですけども、韓国や中国ではこれは普通のこととして行われてたんですね。 特に中国はね、国の誰が優勝しても同じだという考えですね。一緒に現地に行って参加をして、一回戦とかで負けたら自分は練習パートナーの役に回るというのも普通のことで、中国的には昔から国家チームとして戦うというところがありましたが、日本っていうのは割と個人競技、個人個人別々だという感覚があったので、そういうことをやってこなかったんですね。 今回、やはりその許可源さん、特にその台湾生まれで中国語が堪能な彼が、もちろん日本語もペラペラですけども、普段も練習を一緒にする仲のいい許可源さんが、一週間ぐらいのね、期間中一緒にいてくれることで、リラックスもできる。囲碁の研究も一緒にできる。この効果が非常に大きかったんじゃないかと。一力さん自身もインタビューでのコメントで、そのようなことを言ってました。 日本の囲碁というのはもともと中国から韓国を伝わって日本に伝来した。それはまあ平安時代とかですね。その後、江戸時代に徳川幕府が家元政党を作ったことでレベルが上がって、そしてその後、明治、大正、昭和と囲碁の世界最強国といえば日本だったんですね。中国、韓国の選手は日本に囲碁の留学に来たり、日本の本を取り寄せて、 勉強したりするのが当たり前だった,だったところから30年ぐらい前から徐々に追いつかれて追いつかれた後は一気に突き放されて今はもう全く20年ぐらい勝てない日本弱すぎるとまで言われてもっと頑張ってくれないと世界線盛り上がらないじゃないかってそれぐらい言われて日本の囲碁ファンにも本当にがっかりさせることが多くて私のブログでも厳しいコメントが 寄せられて荒れてしまって心臓が痛いようなことも多かったですけども、ついに流れが変わってきた。一力両さん、芝野虎丸さん、そしてまだまだ井山祐太さんも健在で、このトップ3が国内でしのぎを削ってレベルを上げ続けてきたのかもしれない。世界戦で戦えるようになってきています。これから日本の囲碁は楽しみですよ。そういう意味で皆さん注目してください。囲碁を。 好きな方も、囲碁を普段見ない方も、世界最強だったところからどん底まで落ちて、ボロボロに言われ続けた日本の囲碁が、またじわじわと上がってきている、ちょうど今そういうところですね。皆さんこのドラマをね、ぜひ一緒にね、この時代一緒に楽しんでいきましょう。ということで、今回は、大支配決勝五番勝負で、一力りょうさんが2連勝した。 あと一曲、あ、言い忘れたけども、第三曲は9月8日に行われるそうです。楽しみにしていきましょう。ということで、また次の放送でお会いしましょう。囲碁騎の三村智康でした。